ウニ、イクラ、エビ、縁側、トロ、我が水神、ドーン。大丈夫？君、自分、仲間食べることになるけど。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、とりあえず、ウスラヌラの依頼を見ていこうか。はい、水神様は寿司が好き。霞台の河川敷にお寿司が落ちている？川に住む水神様がお供え物を求めているなんて噂も広まっている。お寿司を欲しがる不気味な声が川から聞こえるとか、早速調査しよう。ご褒美お寿司パックやってめっちゃいいやん。欲しい。リアルで欲しい。水神様は寿司が好き、調査開始。クエストを進めてみよう。河川敷に寿司が落ちてるとか。お寿司がその辺に落ちてたら確かにびっくりしちゃうな。でも寿司を欲しがる水神ってなんか親近感を覚えるな。しかし、住民を怖がらせるのは良くないでござるよ。あ、ここ？あ、なんかいっぱい落ちてる。拾っていっていいやつですか？お寿司全部。はい、卵、エビ、葉っぱ巻き、縁側、大トロ、イクラ、めっちゃいいやん。で、何？サーチ、もしや。あ、誰？何？どういう状態？あ、カッパカッパを見つけた。カッパじゃねえか。お前、こんなところで何してるんだよ。どうもどうも。おや、シンさん。何言って、水神様へのお供えをしているんです。あ、君が水神様ではないのね。じゃあ、うすらぬらに書かれていた落ちている謎の寿司の原因はお前なのか？いや、はや。皆が水神様をないがしろにするから、お供えを求める声が強くなっているんですよ。じゃあ、水神様の方は本当にいるんだ。私も昔、川で溺れかけたことがあるんだよね。あれも水神様が助けてくれたのかな、なんてね。私はプールで溺れかけたことがあるよ。あの、波の発生するプール。そうそう、そういうことです。まさにそれは水神様のおかげですよ。本当かな？でも、どうしてカッパが水神様にお供えを？カッパも溺れたことがあるの？いえいえ。まさか。私、カッパですからね。泳ぎは得意です。実は私はですね、水神様の、何？ファン。手下とかなのかな？あ、やっぱり。ファンなんです。ファン？はい。もう筋金入りのドラゴンズファンなのです。何それ？野球？ドラゴンズ。こちらの世界に遊びに来てみれば、水神様の嘆きの声が聞こえるではありませんか。これはドラゴンズファンとしては放っておけない。というわけで、お寿司をお供えしていたわけです。ごめんね、全部拾っちった。いやー、でも怪奇案件になっちゃってんだよね。寿司をお供えするのはやめておいた方がいいよ。ちょっと！しかし、お寿司をお供えしなかったらドラゴンズファン失格ですよ。ござる。人様に迷惑をかける水神とやらぬ態度には感心せぬ。これは指出して説教せねばならん。水神を。そうだな。もっといいお寿司をお供えしたら、水神様が姿を見せてくれたりしないかな。え、大トロがダメだったのに？でしたら、ウニがぴったりかと。水神様のお気に入りのネタのようです。じゃあ、なぜそれを持ってこなかったの？最近、ウニが一番なくなると気づいたのです。ドラゴンズファンが掴んだ最新情報ですよ。あ、備えとったんやね。なるほどね。それじゃあ、ウニのお寿司をお供えしてみましょうか。ウニ。持っとったかな？頼まれたものを持ってこよう。ウニ。拾った中にはまあもちろんなかったけど。ウニ。なーい。あれじゃない？妖魔界のお寿司屋さんに行ったらあるかな。とりあえず飛びます。間違えた。運河駅オリスト、妖魔界。あ、こう売りよったよね、お寿司。ウニあるかな。はい、到着。とりあえず、ウニを。そうか、ふみちゃんは、自転車がないのか。お食事どころ。あれ？どこやった？あれって。ちょっと待って、この辺から、あ、この辺か？どこだったかしら。なんか一番、突き当たりのところやったよね。こっちか。多分、ここの一番端っこのところや。ウニ、ウニ、ウニ。一個でいいんかな？とりあえず一個でいいか。あ、ここやね、ここ。
ニーを1個くださいな。いらっしゃい。ここは食いしん坊でさ、買います。何がいいかな。ウニはウニウニあったー。これ絶対本当の方が高いやん普通に。はい、ウニください。マイダリー、まだ何かあるか。うん、ないです。また来てくれよ。いいな、私が食べたいわ。めっちゃ私が食べたいわ。ちょっと待って、未来で妖怪探偵団事務所。オッケー。はい、到着。さあ向かいますか、河川敷へ。ゴーゴー。過去からウニを買ってきたよ。過去の妖魔界から。いや、こうやってなんかさ、いろいろ時代を行き来しよるけど、食べ物は腐らないものなのかね。はい、持ってきたよ。どうもー。あれでいい？ウニのお寿司持ってきてくださいましたか？ささ、水神様にお供えしましょう。はい、どうぞ。ウニを手渡した。この1個で大丈夫なの？お供え。それではウニのお寿司をお供えしてっと。水神様、お納めください。寿司。これは水神様の声、なんかどこかで聞いたような。え、なに、誰？え、マグロ丼やん。お、ようやくお姿を。ちょっと、で、誰ですかあなたは。え、え、こいつが水神様じゃないの？どう見てもマグロ丼じゃない。なんか様子がおかしいし。あ、なんて黒いモヤモヤが。ググー。我が水神丼。寿司よこせ、水神、寿司。やっぱお前が水神様なの？未来の世界どうなってるんだ？いや。彼は水神ではない。ん？ああ、誰だ？彼は水神ではなく、生きのいい本マグロだ。それはわかるけど、あなたは誰？私は。青龍。この町一帯の川を守護する妖怪だ。じゃあ、あなたが水神？ウニ、イクラ、エビ、エンガワ、トロ。我が水神、ドーン。大丈夫？君、自分、仲間食べることになるけど。彼は何者かに心をかき乱されている。私が彼をおとなくさせよう。さあ。だから、夏目たちはここから逃げてほしい。なんで名前知ってんの？あれ？どうして私の名前を？ちょっと待ってよ！俺たちだってこの怪奇案件を解決しに来たんだ。お前も戦うつもりなら、俺たちと一緒に偽水神様を落ち着かせよう。ありがとう。これが水神様よね、きっと。あ、私はお言葉に甘えて一旦失礼します。我が水神、我こそが寿司くれんなら消えろ。いや、荒れてんな。てか、カッパ消えたけどさ、普通にメインに入れられたりと、入れられとったらどうするん。全然逃げれんやん。はい、クマさん、シャドウサイドからの、落下犬岩石。見てい。あっという間にやっつけれそう。マグロ丼。痛い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 、やめてやめて、食わないで。マグロに食われる犬。痛い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 。あれ、メラメライオンを褒めてあげようと思ったのにできなかったんですけど。大丈夫か？これは一体何を？どうやら落ち着いたようだな。水神様。え？お前が水神様だったのか？最初からそう言ってくれればよかったのに。何、マグロ丼の言葉がわかるの？すまない、あの場で水神を名乗ると彼を刺激してしまうと思って用心をしたんだ。ちょっと、マグロ丼ってば、前も駄菓子屋で暴れてたわよね。どうしてまたこんな問題を起こすのよ。あ、同じマグロ丼。この暴走は駄菓子屋の時と一緒なんだ。あ、自覚なし。黒い太陽を見かけておかしくなった。黒い太陽、マグロ。また見かけたら正体を確かめようと思ったが、水神になりたい気持ちで心がいっぱいになった。なぜ？そういう事情があったとは、
しかしもうこんな騒動を起こさないように。もう二度と黒い太陽は見ないぜ。黒い太陽の影響。よかった、これで死をしがる水神様の怪奇案件は解決だね。ああ、協力してくれて感謝する。それでは私はこれで。ござる。待つでござる。スーさん、お主は以前より夏目殿のことを守っていた存在ではないだろうか。あ、助けてくれたっていうやつ。え、そうなの。青龍拙者も神殿の守護霊を長らくやっていた身分でござる。ござる。だからお主の守るような目線に同類めいたものを感じたのでござるよ。そういえば青龍って夏目さんの前知ってたな。隠し通すことができないとは、私も修行が足りないな。ああ、夏目、君は小さい頃に川で溺れたことがあるのを覚えてるだろうか。うん、辰巳川端の近くだったかな。でもすぐに浅瀬に流されて助かったって。あ、まさかあなたが助けてくれたの。ああ、川の守護者水神様としてその縁で君のことを気にかけていた。一回助けた子のことは気にかけるんやね。なるほど。もっとも君にはボディーガードがいるようだから彼らに任せていればと思っていたんだ。ボディーガード、ミッチーのことね。なるほど。だが今回は水神を名乗る者が君に危害を加えようとしたから思わず。ござる。青龍殿、これからは我らと力を合わせてあの世の異変から町とこの子たちを守らんか。お、まさかの仲間。ああ、君たちと共に戦った時不思議な充実感があった。私で力になれるのであればいつでも呼んでほしい。え、めっちゃなんか強そう。青龍が友達妖怪になった。青龍の妖怪役を大切にしまい込んだ。え、めっちゃいいやん。ありがとう青龍、これからも頼りにさせてもらうね。まだ修行中の身ではあるが、君たちの力になれるよう精進するつもりだ。だったらお寿司のお供えいっぱいあげなきゃな。いや、その非常に言いにくいのだが、私は苦手なのお寿司。寿司は全く好きではないのだ。そんな力強く言わなくていいよ。水神なのにね。確かに先代は寿司を大層好んでいたが、私はウニのような珍味より甘いメロンの方が好みでな。水関係ねえ。これは自称ドラゴンズファンに教えてあげなきゃね。そうだね、そのうちだね。なるほど、メロンか。水神様は寿司が好き、バッチリ解決。ま、基本はあの場所におるんかな、水神様は。お寿司パックね、え、知ってる？水神様は今お寿司より果物が好きらしいですね。ドラゴンズファンとして肝に銘じておきます。おお、もうきっちりと把握してらっしゃる。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。今回は結構イケメンな妖怪が手に入ったし、頑張ろう。これからも頑張っていこう。